どうも、怪談家のアミです。普段いろんなところでおしゃべりさせていただいてるんですけども、ライブだったり、番組だったりとは別で、よく怪談好きの方やライブに来てくださる方々と、語り合うようなオフ会のようなものもあったりするんですよね。で、そういう会をやってるといろんな方からお話を聞けることがありましてですね、その中でちょっと変わったお話を聞きました。この方、ミュウさんっていうんですけども、このミュウさんというのが本名ではなく、いわゆる水商売といいますか、女の子が働くようなお店、お酒を作って、お出しするようなお店で、もう20年以上働かれているベテランの方なんですね。僕より年上の方なんですけども、確かに僕から見てもものすごい綺麗な方だなと思うんですけども、特にね、20代の頃なんかむちゃくちゃ人気があったんですよ、私はと。ああそうですね、バッと見でもなんかそんな感じに見えますっていう。でそれに加えてね、おしゃべりもとても何でしょう、楽しいというか流暢というか、すごくこっちがね、そんなに聞き手に回っててもどんどん楽しいことを言ってくださるので、ああ確かにこれはこの方魅力的だなと話を聞いてるとありがたいもん でお客さんでもうしょっちゅう来てくれる方々もおられたそうです。でしょっちゅう来てくれる方々もおられれば、パタリと来られなくなる方もおられる。いわゆるその彼女たちはパンクと呼ぶそうですけども、やっぱり資金のいるものですから、どんどん気前よくお金を使っていくと、そのうちやっぱり、そこをついてしまう方々もたくさんおられる。それでもやっぱりカッコつけたくて、本当に飲み代だけでも結構ねするようなお店なのに、そこにプレゼントを持ってったりとか、お飲み代だけでも結構するのに、その後ご飯一緒にどうかとか、そういう話もあるんで、もちろんね、定期的に来られる方もおられれば、急に来なくなって、あの人大丈夫かなって、その後共通の知り合いに聞いたら、借金漬けになってこういうことになってるとか、その後こうなったらしいよなんて噂を聞くこともある。その中にはちょっとね、悲しいお知らせなんかもたくさんあったらしいです。でもそんなお仕事をね、20年以上続けれるっていうのは、これめちゃくちゃすごいことだと思うんですけども、そんな中でね、いただき物のね、バッグだったり、ジュエリーだったりいろんなものがある。それをね、ずらーっと並べてる棚があるんですよね。で、ものすごい数になるんです。もちろん中ではね、質に入れてしまったものもあったり、友達にあげてしまったものもあったりってあるらしいんですけども、結構ね、いい感じのものがそこに棚にずらーっと並んでる。で、並んでるっていう状態で、自分はその部屋で過ごすのが好きなんですと。で、ただ、それが関係してるかどうかわかんないんですけども、何年か前から、自分の部屋、自分以外誰も住んでないんです。一人暮らしなんですよね。ただその部屋でのんびりしてると、強い視線を感じるようになった。パッて振り向いても誰もいないですし、ああ気のせいかっていうことが何度もあったかと思うと、自分の真正面からも視線を感じることがある。やっぱりこれ誰かいるよな。なんかやっぱりね、特に水商売をされてたので、人の目とかそういうのすごい気にされるタイプだったそうで、部屋でその視線を感じるというのがすごい気になったらしいです。それでもやっぱりね、そこの部屋で過ごし続けて気になるなと思って、ある時なんとなくいつもの感じで視線を感じるなと思って、パッて見たら、お客さんからもらったものがずらーっと並ぶその棚のバックとバックのその隙間から、わからないんですけどね、男性だと思うんですよね。この片目がこうじーっと覗いてたってことがあったそうです。それにはびっくりしまして、うわ、でもびっくりするとね、それなくなるんです。でも一度見てしまったら、それを境に何度か視線を感じてパッとそっちを見ると、いろんな隙間からこう見えたり、置いてある隙間から見えたりっていうことがちょっとずつ増えたそうです。むちゃくちゃ怖かった。ただむちゃくちゃ怖かったんですけど、ある時、こんな時にも見られてしまったっていうのがありまして、ちょっとね、彼女は恥ずかしそうにおっしゃってたんですけど、人一倍、いわゆる性欲が強い方だったんですよね。なので、
まあ、ちょっと外でねそういうことがあるだけでは我慢できず、よくご自身のお部屋で一人で話されてたそうです。ある時、まあ、そのね一人でなさってた最中にものすごい視線を感じて、ふわって見たらバックとバックの隙間からこう見てるんですよ。うわっと思ったんですよね。でその時にいつもだったらうわっ驚くんですけど、どうも自分の体内に変な刺激といいますか、あれなんか熱いぞって思ったんですね。自分の、まあ、いわゆる、ね、下半身の部分がものすごく熱くなってる感じがしたんです。でちょうどそこに手を当てていたもので、その指先をバーッと動かすとものすごい熱くなってくるというか、ものすごい気持ちが良くなってしまいまして、その隙間から見てる目、いつもだったらうわーってなるんですけど、その目とじーっと目線を合わせた状態で、まあ、お一人でいろいろされてると、それはものすごい気持ちよかったんですよね。それがある程度絶頂を迎えて、その目からついパッて自分の目を離してしまうと、次に見た時にもうその目がこっちを見てないんですよ。でもうわ何この感覚、初めて体験した、いわゆる見られながらするってやつなんでしょうね。それに気づいてしまって、彼女それから自分の部屋で何度か、まあ、一人でしてる時に、まあ、その現象といいますか、その目といいますかが現れたそうですけども、その時は決まってそこから目を離さずにしっかりと目を合わせた状態でするというのを今も楽しんでるそうです。普段はコスプレとかフェチ系の写真撮影をしてるんですよね。で、なんか私普段あのコスプレとかの個人撮影とかをやってるんですけど、1対1で撮影とかするんですけど、あの1対1で撮影するときってみんななんか危ないんじゃないのとかっていう人めちゃくちゃいるんですけど、なんかこの間撮影した人が初対面で、すごい初めてだから緊張してたのか、めちゃくちゃ口数が少なかったんですよ。で、まあ、いろいろ写真撮影とかするときって衣装を自分で選んだりとかできるんですけど、その人お任せだったので、私あの自分でお任せでスカートの衣装を着てたんですね。じゃあその人が写真撮るときに、最初ゆっくりワンポーズ撮ってカシャー、ワンポーズ撮ってカシャーみたいなゆっくりだったんですけど、なんか急にすごい速くなってきて、めちゃくちゃカシャカシャカシャって撮って、しかもスカートのちょっとあまりね普通接写しないようなところをめちゃくちゃ撮ってきたんで、どこ撮ってるんですかって聞いたら、なんか急に動くなって言われちゃって、えってめっちゃ怖かったんですよ。でなんだろうと思って、こうずっとシャッターは切ってるんですけど、そのままゆっくり右に動いてって言われて、で怖さのあまり言いなりになって左にカメラから向かってこう移動したんですけど、そのカメラマンさんがカメラ持ちながらすごいゆっくり近づいてきたんですよ。でなんかカメラを見せてくるんですね。でなんかもう本当に急に動くなって言われたし怖くって、でそのカメラ見せてもらったら、カメラに青白いテープが映ってたんですよ。スカートのあたりにこう手がスッと入ってて、で動くなって言ったのも、私がその手が近づいてくる方にどんどん寄ってたらしくって、でもう普通に怖いじゃないですか、手が出てくるなんて。で今もまだ見えるんですかって言ったら、カメラ見ただけじゃなんか映らないらしくって、シャッター切らないと映らないって言われて、で撮ってみるって言われたんですけど、もう怖いじゃないですか。もうなんか、まあ、遠慮させてもらって、でお互い怖くって、まあ、帰ろうってなって、ちょっとその撮影は終わっちゃったんですけど、それが今もなんか写真撮ってる人が怪訝な顔してモニター見てると、私またなんか写ってるんじゃないかなと思って、すごい不安なんですよね。
SM 芸人魔族の魔族ちゃんと申します。これはまあ高校時代の話なんですけど、まあ、友人と二人で遊びに行って、まあ、ボーリングとかゲーセンも飽きたななんて言ってると、まあ、目の前に占いをしてくれる施設があったんで、まあ、僕の友達がじゃあ俺ちょっと占いやってくるよって、まあ、言ったんで、まあ、占いってどんな感じだろうって自分は後ろから見てたんですね。こう占いをやってると占い師のそのおじさんが君恋人と会えなくなるよって言ったんですね。で友達はじゃあどうしたらいいですか、どういうふうにしたらいいですか、まあこういろいろ聞いて、そのおじさんはまあ細かくいろいろなアドバイスをしてくれて、まあ一通りアドバイスが終わった時点で、まあその占いはちょうど時間が終了になったんで終わったんですけど、僕も後ろで聞いててもうおかしくてしょうがなかったんですよね。まあ、なぜなら彼は恋人なんかいないんですよ。もうクラスにはまあ一人はいるエロのすごい詳しい友人でして、もうエロ本とかが山のように家にあって、もうエロ本さえあればいい、エロ本が恋人だっていうようなタイプの人間だったんで、そんな人間がどうしたら恋人と別れなくて済みますかって言ってるんで、もうよくそんな白紙の演技できるななんていうふうに思ってたんですね。でまあ外に出てお前ひどいななんて言うと、いややっぱり占いはインチキだよなんて言って二人で大笑いして、でその日は解散したんです。1ヶ月後にその友人に会うと、なんかやたら元気がないんですね。なんでだろうと思って、どうしたのって聞いたら、いやさ最近エロ本買えてないんだよ。お金ないの？そういうわけじゃないんだよ。で詳しく話を聞くと、まあ、彼は行くエロ本の自販機、エロ本の自販機、まあ、高校時代にエロ本を買うといえばエロ本の自動販売機が一番ポピュラーだったので、まあ、そこに買いに行くわけなんですけど、その彼が、まあ、友人が買いに行くたびに撤去されていたり故障中だったり売り切れだったり、とにかく買うことができなかったんですね。あ、占いのおじさん言ってたこと合ってたじゃん、恋人に会えなくなってんじゃんって言って、もうそういうこと言うなよって、本当に変えてねえんだからって言ってすごい落ち込んでたんですね。まあ、これはどうしたもんかなと思ったんで、あ、そうだ、ちょっと離れたところに年齢認証のないもうエロ本を売ってくれる本屋さんあるよって言って、そのことを教えてあげたら、マジで今日行ってくるよ、ありがとなって言って彼は帰ってきました。で夜にメールで聞いたんです、エロ本買えたかって。そしたら買えなかったって来たんですね。なんでって返したら、自分が行く直前にエロ本を売ってくれる本屋に自動車が突っ込んだ。結局彼はエロ本が買えませんでした。もし彼に本当に彼女がいた場合、彼女がどうなっていたかと思うと本当に寒気がしますね。大黒天と申します。普段イラストレーターや漫画家をしております。僕が中学生の頃にコックリさんが、まあ、流行りまして、全国的にこうブームを起こした時代だったと思うんですけれども、まあ、多分に漏れずうちの学校でも、流行ってまして、みんななんなとこうやってたみたいなんですね。で僕はやったことがなかったんですけれども、ある時クラスメートの K 君が昼休み2人で一緒にコックリさんやろうよって声かけてきたんです。ではて彼とはほとんどこう話をしたことがこれまでなかった。でそんなに親しくしてるわけでもないのに2人で、しかも僕は名指しで、なんでだろうなと思いながらも、この彼が持ってきたこうオカルト本とその付録の、こう立派なコックリさんの用紙を見せられたら、もう2つ返事で、あ、いいね、やろうOK したんですね。で早速昼休み、
人気のない校舎裏へ行きまして、で2人で用紙を広げて、座り込んだんですけれども、彼が10円玉を取り出して、ね、何聞く、こっくりさんに何を質問するってこう聞いてくるんですけど、その聞いてくる、この話しかけてくる感じがめちゃくちゃ近いんですよ。もう顔をものすごく近づけて、こう寄って寄って話しかけてくるので、なんか僕も気恥ずかしくなっちゃって、ね、周り二人きりですし、で、彼すごく美少年で色白で本当に女の子みたいな顔してるんです。もう目がパチッとしていて、まつげもこう長くて、で泣きぼくろがあるんで、余計その彼の、こう艶っぽさみたいなものがすごく際立つんですね。で思春期だったってこともあって、子供だったんで、僕もなんかこういけないことしてるような、なんか変な気持ちになってしまって、でこの空気を変えようと思って、1999年7月に人類が滅亡するかどうかを聞いてみようよで彼に言ったんです。と彼は、あ、いいね、それいいね。ところで大黒君、この本によるとこっくりさんをやるときに目を閉じてやると効果的らしいよって言うんです。で僕やったことがなかったので、あ、そういうもんなのかなと思って、あ、そうなんだ。で彼に言われるがままに、彼の言う通りに始めたんです。で10円玉に手を置いて、まあ、目を閉じてするとこうなんか動いてるんですね。やっぱり動いてる。でも、あ、これはきっとケイ君が動かしてるんだろうなって思ったと、僕のその10円玉に添えた手をこうスッと誰か掴んだんです。で掴んでずっとこの手の甲をずっとさすってるんですね。でえ、なんかそういうなんかえと思ってたら、その学ランのこの袖口からその手がずっと入ってきて、こう中にこう手をグーッて入れようとするんですね。で僕びっくりして、えっと思って目を開けたら、すぐ目の前にこの K 君が身を乗り出して僕の顔を覗き込んでるんです。でじーっと見ながらうなずいて、えっと思ったらキスしてきたんですよ。で僕びっくりして、えっと思って固まってしまったんですね。キンコンカンコン、昼休みが終わるチャイムが鳴った。あ、昼休み終わったから戻ろうか。なんかこう変な空気というか、もう気まずいというか、もうどうしていいかわからない、わけがわからなくなって、で2人そそくさとこう言葉を交わすこともなく教室に戻ったんですね。でそれ以来僕と彼は一切こう話もしていないし、目を合わすことも避けてたんですね。もうお互いなんか変な感じになってしまって、でここまでの話だと思春期の BL 体験みたいになるんですけど、僕は彼が僕に迫ってきたんではなくて、僕を使って何か試してたんじゃないかと思うんですね。というのは、目を閉じている時に僕の手をこう彼が触ったのか誰が触ったのかわからないですけど、僕の手に誰かの手が触れた時に同時に僕の後ろからこう肩をキュッて掴まれる感覚があったんです。で、あれ?と思った時に、その後ろにいる誰かがグーってこう僕に覆いかぶさってきて、ここの耳元でこれ?これ?これ?なんか確認するように言うんです。え?と思って目を開けると、目の前に K 君が僕を覗き込んでうなずいてた。多分彼は何かを呼び出すようなことをしていたのか、何か実験をしてたんじゃないかなと思うんですね。冷静に考えれば、こっくりさんをやるときに目を閉じてやるっておかしいですよね。
藤井陸平、元格闘家の俳優です。これは僕がプロ格闘家を目指して一人暮らしをしていた時の話です。よく試合前にセックスやオナニーなんか絶対するなって言われるんですが、その禁欲生活に僕は真面目に取り組んでいました。やはり腰が軽くなってスタミナもなくなってしまうということからなんですけども、そこに減量が入ってくるとどん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 神経が研ぎ澄まされていくのが分かってくるんです。例えば時計のチクタク音がすごく大きな音に聞こえてきたり、外の風の音がやたらと気になったりとかしてくるんです。駆け出しの頃は僕もお金もなかったので、ボロいアパートに一人暮らしで住んでいました。その時の僕は隣人の音が異様に気になってしょうがなかったんです。隣に住んでいるのは割と若い女性でした。引っ越した当時から気にはなっていたんですが、この日は特に隣の部屋の音が際立って気になっていて、なんか大人のおもちゃのような音がウィーンウィーンって聞こえてくるんです。えって思ったんですけど、僕も禁欲生活をずっと続けていたので気になって気になって、まあ、ベタですけど壁に耳をつけて聞いていました。しばらく聞いているとバイブと同時にドドンっていう音が聞こえてきて、あ、これバレたなと思って聞くのをやめたんです。さすがにその後は無音が続きました。ああやめちゃったのか、そう思って僕は諦めて寝ることにしました。翌朝隣の部屋が何か騒がしいなと思ってそっと玄関を開けてみると、女性の職場らしき人たちや大家さんがどこにいました。僕も気になって出て行ったら大家さんが部屋に戻ってなさいって言われるんで、どうしたんですかって尋ねたところ、隣の女性が部屋で一人で倒れていたらしいんです。いや昨日夜中元気に女にしてましたよなんて言えないんで、お風呂とかかなって思ったんで、どこで倒れてたんですか、お風呂とかで、そう言ったら携帯を握りしめて壁に張り付くように倒れていたと。そうなんです、僕が大人のおもちゃの音だと思っていたバイブ音は彼女が握りしめていた携帯の着信音だったんです。それで壁に張り付くようにってのは、自分が聞き耳を立てていたまさにその壁でドンと倒れてきていたようで、結局感覚が研ぎ澄まされているとかそういうのは全く関係なくて、全部壁の裏側で起きていたことだったんです。三倉実と申します。怪談を集めておりまして、イベント等でお話をさせていただいております。これは吉田さんという男性の方からお伺いした話なんですけれども、当時時期は6月で、その日は吉田さんの会社でボーナスが支給された日でした。同僚と一緒に会社帰りに飲みに出かけて、時間は11時を過ぎたぐらい、定員懐具合も良かったのでひとしきり飲んだ後に解散となりました。ただ吉田さんはそのまま家に帰るのはためらわれたために、駅近くにある
ラブホテルの方に一人で行きました。ラブホテルは普段一人でも入ることが可能なそうなんですね、都内の場合は。で、ラブホテルに入って吉田さんは、都市伝説だと思うんですけれども、どうやら電話をかけると来てくれる女性がいる。ラブホテルに入った吉田さんは携帯電話をさまざま駆使して一店のお店を見つけました。そのお店の名前を仮に王店とします。それからしばらくしてお店から女性がやってきました。その女性は吉田さんの好みにぴったり合う女性でしたので、しばらくその後めくるめく時間が過ぎました。女性も帰ってラブホテルの部屋に一人残された吉田さんは缶ビールを開けて軽く飲んだ後、気分も良くなりそのまま横になったそうです。それから何時間か経って夜中にふと目が覚めました。吉田さんはそのまま起き上がろうとしたのですが、なぜか体が動きません。一体何が起こったのかと周りを見ると、吉田さんはその時に両腕を広げた状態で寝ていたんですけれども、まず左手の方を見た時に左手首のところにベッドから手が生えているような状態でしっかりと手首を握っていました。驚いた吉田さんは慌てて右の方の手を見たんですが、同じように右の手首もしっかりと握られていたそうです。一体何が起こったのかわからない状態で、びっくりしてどうしていいかわからない状態の時に、いきなりお腹にドスンと何か物が落ちてくる感じがしました。あまりの衝撃に慌ててその何が落ちてきたのかを見ようとした吉田さんの目に映ったのは黒いもやもやとしたものでした。そのまま目が離せずにじっとその黒い塊を見ていると、じっと見ているとようやくそれが何だか分かりました。黒い長い髪をした女性の生首だったんです。少しずつ少しずつその生首は動き始めて、次第にその顔が吉田さんの方を向いて、その女性の生首と目が合いました。その瞬間恐ろしくなって吉田さんは目を閉じたそうです。そのまま体も動かせず、どうしていいかわからぬまま混乱していると、次第にそのお腹にあった生首がゆっくりゆっくりと自分の顔の方にずるっずるっと上がってくるのがわかります。そのまま何もできないままどうしようどうしようと思っていると、徐々に徐々にその生首が自分の顎の近くまで近づいてきました。あまりに追い詰められた吉田さんはそのまま意識を失いかけたのですけれども、そこでさっき王店になぜ吉田さんがそのお店に決めたかというと、当時王店では春のパンスト祭りを開催中で、そのパンスト祭りと申しますのが、来た女性の方がパンストを履いてきてくれて、そのパンストをその場で直接脱いで吉田さんにプレゼントしてくれる、つまり産地直送、まあメイドインここでパンストがもらえる、そういう特典があったからこそ王店に決めたのですが、そのパンストをもらった吉田さんがあまりの嬉しさのまあまり、そのパンストを履いたまま横になっていたそうです。つまり今生首が接近している状態は下半身にパンストを履いたままの状態だったのです。そのため今意識を失ってしまうと、後日ホテルの人に発見された時に下半身はパンスト一丁のまま、決して見つかりたくない状態です。ましてやこのまま帰らぬ人になった場合、
まさにワイドショーのネタになってしまいます。そのため吉田さんはどうにかしてこの状況を打開すべく金縛りを解く方法を考えました。金縛りを解く方法として大きな声を出すと金縛りが解けるということがあります。そこで吉田さんは思い切って大きな声を出してみました。吉田さんは必死の思いでチェンジと叫ぶと、今まで迫ってきた生首も自分の手を押さえていた手も一瞬にしてスッと消えたそうです。以上です。普段はコスプレとかフェチな写真を撮ってます。で、写真をいっぱい撮って、普段デジタル写真集っていうのを作ってるんですけど、CD-ROM とか DVD とかにいろんな写真をいっぱい入れて、それを販売するんですけど、その写真を自分で普段作ってるんで、普段カメラマンさんに写真撮ってもらって、何百枚とか何千枚ってある写真の中から何枚か2、300枚を選んで、それを CD に焼くんですけど、その写真を、自分でお家でチェックして、で何百枚ってあるとやっぱセクシーな写真を普段結構撮ってるので、結構写っちゃいけないものとかが写っちゃうんですね。でその写っちゃいけないのとかを見ながらとか、自分のこう半目になってる写真とか消したりするんですけど、その中でこう私結構徹夜してやっちゃうことが多くって、その日も締め切りっていうか販売する日が近かったんで、今日も徹夜かなと思いながらすごい頑張って精査してたんですよ。でこうまず最初にこうこれいるこれいらないこれいるこれいらないっていうのをやってる時に、ずっと同じような写真見てると何百枚もあるんで、なんかちょっとぼっとしてくるんですね。でずっとカチカチカチってやってる時に、なんか急にパチンっていう音がして、なんかおかしいなと思って、急に寒気とかめちゃくちゃしてきて、えって思って、でもその別に見てる写真自体は特に違和感なかったんですよ。普通の写真だなと思って、でよく見てたらなんか顔の方にこうピッてなんか跡があったんですね。で、何だろうと思って、ちょっとその写真がダメだったのか何なんだろうと思って、拡大とかしてみたりするんですけど全然消えなくって、なんか画面についてるのかなと思ってちょっと触ってみたりとかしたんですけど、特になんか違和感もなく、でもなんかおかしいなと思ってよくずっと見てたんですけど、なんかちょっと人の爪みたいな感じに見えてきて、えって思って、まあでももうそんなことないだろうと思ってその写真よく見て、でもなんかこう形が自分の顔にこうつくのが普通の自分の爪でもありえないぐらい大きかったんで、おかしいなって。でも自分の爪普段結構短いんで、そういうの映ることもないし、なんだろうな、カメラマンさんの爪が映ってるっていうわけでもなく、絶対にその画面から動かないんで、おかしいなと思って、でなんかずっと見てたんですけど、やっぱりなんかおかしいと思って、どんどん見てるうちにその爪みたいなのが増えてるっていうか、なんていうか、いっぱいあることに気づいて、えおかしいおかしいと思って、でもなんかその場所が本当に手の位置にしか見えなくって、えって思って、もう本当に怖くなっちゃって、急に夜中に徹夜してずっとやってたんで、あこれはもう見ないことにしようと思って、ですぐに友達に連絡して、で全然、しかも夜中だから友達全然連絡出てくれないんですよ。で連絡して、やっとつながった友達のところにもすぐさま駆け寄って、そこからもうちょっと怖くって夜中の作業はしなくなりましたね。なんか
私手にまつわることが結構多いみたいなんですけど、なんかついてるんですかね。ちょっとなんかそういうのが多すぎるんで、今度お祓い行ってみようかなって思ってます。どうも、怪談家の亜美です。普段、いろんなところでおしゃべりさせていただくんですけども、例えばライブの後だったりに話しかけてくださった方がそのままご自身の体験談をしてくださることもよくありまして、この方はものすごい怪談が好きで、そのうち僕の存在を、気づいてくださってライブに来てくださるようになったんですけども、この方がですね、結構ね、僕より全然年上の方なんですけども、とある、地方にお仕事の出張で行った時らしいんです。お仕事がね、思いのほか早く終わりまして、さあ夜どうしようってなって、飲みに一人で出たんですけども、あまりね、そのパッとしなかったもんで、ホテルの部屋に戻ってきて、いわゆるね、ある程度のお金を払うと若い女性が来てくれるというサービスといいますか、そういったお店に電話をしましてですね、結構待ちますとそういう女性が来てくれたそうです。で、女性が部屋に入ってきまして、ある程度は話をしている、するとテーブルの上にパッと置いてあった本に目がいったんです。その子が言うんですね、あれ、お兄さん怖い話好きなんですか。その男性っていうのが、僕のライブ見に来てくれるぐらいなんで、怪談がすごい好きで、普段からそういう書籍なんかも読まれてる方だったもんで、怪談の本をね、テーブルに普通に無造作に置いてたんですね。それに気づいた女の子が、怖い話好きなんですか、聞いてきた。で、ああ好きなんだよねって話をしてると、私見たことありますよっていう話をしてくるんですよ。聞かせてよって言うと、その子、その男性の体をちょっと撫でたり触ったりしながら、私こうこうこういう時があって、こうこうこういうことがあったんですってなんとなく説明してくれるんで、こういう時に女がそこに立ってて、でそれがこんな顔して、で目がこんな感じになって、口がこんな感じになって、こうでこう、それすごい私怖かったんです、でそれが私の方に向かってこうでこうでってなって、うわそれむちゃくちゃ怖いね、はい、だから私そこの場所ってもう二度と行かないようにしてるんです、あそれは怖い思いしたねみたいな話をしてたら、じゃあ始めましょうかという感じで、その子が、いわゆる本腰を入れてサービスを開始したんですね。で、それなりに楽しい時間を過ごしまして、で、ある程度の時間になりましたら、どうも持ってきたブザーのようなものが音を立てまして、女の子が着替え始めるんですね。その時にね、尋ねてみたんです。あ、そういえばさっきのさ、これプレイする前に言ってた話なんだけど、その後その女ってどうなったの？話をすると、あ、わかりません、私もその場所に行ってないから、その後どうなったかちょっとわかんないですね、特に私には何もないですよ。あ、そうなんだ、大丈夫かな、気をつけてよ。あ、全然大丈夫じゃないですか。そんな話をしながら女の子部屋を出てったんですね。ただこの男性、なんでそこまで気をつけてよって言ったかっていうと、その子が本腰入れてプレイしてる最中、ずっとその女、目がこんな感じになってて、口がこんな感じになってて、すごい形相だったっていう、その表情をしていたそうです。もしかしたらその女、今もその子の後ろ、もしくはその子の中にいるんじゃないでしょうか。そんな話を聞かせてもらいました。イラストレーター、漫画家をやっております大黒天と申します。10年ほど前、ちょうど今頃の季節の話なんですけれども、当時メーカーで、管理職をしていた A さんという男性がいまして、彼当時その仕事が本当に忙しくて、心身ともにだいぶ疲れてた時期があったそうなんです。で、彼はそのストレスの発散であるとか、こうガス抜きをする術を持っていなくて、お酒も飲まない、ギャンブルもやらない、彼女もいない、友達もいない、そんな中で、帰宅して、
要はエロサイトとかアダルトサイトをこうずっと周回して流し見する、それがまあ彼にとってこう癒しになってたっていうんですね。で、まあ、そんな中で、ラブドールの記事を見つけたそうなんです。で、昨今のこのラブドールって、こう非常に精巧にできていて、またすごく可愛かったり、まあ、人気アイドルに似てたりとか、まあ、そういういいものなのに割と安価で手に入ると、あ、すごいんだなというのと同時に、中古販売の市場もあって、その中古販売の市場で、購入するとさらに安く買えると、こんな値段で買えるのかで、興味を持ったんですね。で、A さんはその、いろんなサイトを見て、こう気に入ったドールで、非常に安価なものを見つけて買ってみようかなって思ったんですね。まあ、初めてだし、お試し的な感じで、確かに誰かが過去に使ったものではあるんだけれども、まあ、いいかなと思って、注文してみたんです。で、実際に届いてみると、その自分が思っていた以上にその女性感がすごくて、あ、こんなにちゃんとしてるんだっていうことで、本当に感動を覚えたぐらい。で、それから彼の生活は一変しました。一緒にこうお風呂に入ったり、で、ご飯を食べるとき横に座って、一緒にいたりとか、夜は抱いて寝る。なんかこう自分の生活の中にこう花がこう咲いたというか、明るくこう楽しくなっていったんですね。で、自分の初恋の女の子の名前をつけて、で、会社帰りに女の子のその、部屋着を買ってきてこう着せたりすると、本当に愛着が湧いてきて、自分でもこう大丈夫かなっていうぐらい彼女にのめり込んでいったそうなんです。で、その執着はどんどん強くなっていって、とうとう彼女に嫉妬するまで入れ込んでしまったそうなんですね。この人形を抱いているとき、彼女を抱いているとき、前のオーナー、つまり中古のお人形さんなんで、当然前使っていたオーナー男性がいるわけですよね。その前の男と同じことをしてたんだなって思うと、こう彼はすごくこうカッとなってしまって、こう嫉妬心が湧き上がってくる。で、そう思い始めたその原因の一つとして、この人形さんの表情が無表情で、かつ不機嫌に見えたそうなんですよ。人形なので、もともとそういう形顔をしてるんですけれども、彼にとってはそのなぜかすごく不機嫌で、仕方なくここに一緒にいるのよっていう、この彼女の意思が出てるような気すらした。で、どんどん自分が彼女にこう入れ込んでいくのが分かるんですけれど、一つ不思議なことがあって、この人形が家に来てからずっと同じような夢を見るっていうんですね。で、どこかの海岸で夜、この彼女と二人で砂浜に座って海を見ている。で、この海を見ていると彼女がものすごく笑顔なんですって。で、その彼女の笑顔、見たことのない彼女の笑顔がすごく可愛くて、もしかしたらこれは彼女は海を見たがってんのかな、海に行きたいのかな、そう思って、喜ばせたい、そう思ってもうすぐに車を出して、彼女を助手席に乗せて海岸沿いをずっとドライブしたんです。夜ずっと走ってると、まあ、人気のない、静かなところに出て、そこで車を止めると、彼はお姫様抱っこして彼女を砂浜へ連れて行きました。で、夢で見た通り二人で肩を並べて一緒にこう海を見てる。で、波の音が聞こえて月明かりが少し出てて、どうかなと思ってふっと彼女の顔を見たら笑ってるって言うんです。口角が上がって、目尻が下がって、明らかに笑顔になってる。で、さすがに
自分でもギョッとした。それは人形だっていうのはもう分かった上で入れ込んでたんで、さすがにいくらなんでもで自分でも驚いたんですけど、同時にカッと頭に血が上ってめちゃくちゃ腹が立ったんです。で嫉妬心とこう腹が立つのがバーッときて、彼女をバーッと張り倒すように押し倒して、でその上に馬乗りになって、こう今までそんな扱いをしたことがないっていうぐらい乱暴にその彼女を犯した。でし終わった後にふっと我に返ってその彼女の顔を見てみると、表情が不機嫌な無表情に戻ってるんですね。どうもその自分を蔑んでるようにすらこう見える。カッとなって A さんそのまま人形を担ぎ上げて車に戻るとトランクにバーンと放り込んだんです。で乱暴に運転してもう家に戻ると彼女を解体し始めたんですね。包丁持ってきて両手 両足こうずっと切り込みを入れていって、ブチッブチッとこう皮膚を引きちぎっていく。で中から骨格が出てくるんですけど、それもノコギリで切っていく。で首に関しては頭をガーッと押さえてもうノコギリで直接こうガーッといって解体した。本当に自分でも常軌を逸してると思いながら、なんでこんなことしてるんだろうと思いながらも、でもこう止められないでバラバラにしていくんですね。で気がつくともう彼女はゴミになってました。それらをゴミ袋に小分けにこう入れていくと、なんだかつきものが落ちたみたいにスーッとこう自分の中ですっきりしたというか気が楽になってるっていうことに気がついたんです。と思って、で呆然としてたんですけれども、翌朝、早朝このゴミを出して彼女をもう捨てたんですね。本当に昨日までなんであんな風に自分はあの人形に入れ込んでたんだろう、なんであんなに嫉妬心が湧くほど執着したんだろう、ちょっとおかしくなってたのかななんて思うほど気持ちが全然切り替わって冷静になってたんですね。でその夜とんでもないニュースを彼は見たんですね。ある海岸で両手両足また首を切断されて胴体だけになった男性の遺体が砂浜に漂着しているのが発見された。そのテレビモニターで流れているその場所を見ると、昨晩彼女と行ったその場所なんですね。彼女が海を見て笑顔になってた全くその場所なんですよ。と思いながら A さん、その何の根拠もないです、何の根拠もないしなぜだかわからないんですけど、その流れ着いた遺体っていうのが前の彼女のオーナーだったんじゃないかなって思ったそうなんです。それは何の根拠もない、何のあれもないです。でもふとそう思った。でそう考えると全てが辻褄が合う。彼女はなぜ海に行きたかったのか、なぜあの場所で海を見つめて満面の笑顔を浮かべたのか、まだ前のオーナーのことが好きだったんじゃないか、彼がバラバラになって流れてくるのを彼女は知ってたんじゃないか、だからそんな気がする。自分がよくわからないまま嫉妬心にこう駆られて彼女をバラバラにした。それももしかすると彼女は自分もバラバラにしてほしいって思ってたんじゃないか思ったんそうです。まあでもそんな風にこじつけて考えてしまうと、まあ、あまりにもオカルト的だし、まあ、これも不謹慎な話だし、多分やっぱり冷静になって考えると自分は当時疲れてたんだと思う。本当にこうストレスでちょっとおかしくなったんだと思う。というかそう
思いたいだよねって根さんは言っていました。SM 芸人魔族、魔族ちゃんです。これは友人の話なんですけど、友人が大学生の時よく行くファミレスがあったんですね。で、そのファミレスにはトイレに張り紙がしてあったんです。その張り紙には長時間の利用禁止、長時間利用している人にはお声をかけさせていただきます。これだけだとまあ普通の張り紙なんですけど、それがトイレに何枚も何枚も貼られていたんですね。これどういうことなんだろうって思って友達は利用してたらしいんですけど、深夜にその友人がそのファミレスにいた時の話です。トイレを利用してると、こう大便器の方からなんか声がするな、耳を澄ませるとシュッシュッシュッ、何かが擦れてる音とああという音がするんですね。友人は一緒に来ていた仲間のところに戻って、おい、オナニーしてる親父がいるよ、そう言うと、仲間はじゃあそのオナニーおじさんの顔見たくないってなったんですね。で、まあ、友人たちはそのファミレスでずっと待とうと思ったんですね。で、5分10分と待つんですが、誰も出てこないんですよ。20分30分、小便器を利用する人は出入りはあるんですけど、やっぱりそのおじさんは出てこない。で、1時間を超えたあたりでしょうか、さすがに長えよと思って、その友人は、すいません店員さん、長時間利用してる人がいます、まあ、店員さんにチクったんですね。店員さんが分かりましたと言って、こうトイレに行くと、5分もしないうちに血相を変えた店員さんが飛び出してきたんですね。で、別の店員さんを連れて戻ってきたんですね。どうやら店員さんがその大便器を使っている人に向かって、すいません大丈夫ですか、開けますよ、何にも反応がなかったので上から覗いたんです、ね、そうすると下半身裸のおじさんが胸を押さえて倒れていたそうです。その後救急車で運ばれていったそうですが、そのおじさんがどうなったのか分かりません。三倉実と申します。さまざま怪談を集めておりまして、イベント等に出演させていただいて怪談を話しております。これは木村さんという男性の方から伺った話なんですけれども、その日木村さんは友人2人と近所の女性の幽霊が出るという森に探索に行ったそうです。しかし結局何も起こらないまま森をいろいろと歩き回った上で帰ってきたわけですが、そのまま家に着いてお風呂に入り横になっていたそうです。しばらくして眠気に負けて熟睡していたそうなんですけれども、数時間経ってふと目が覚めました。普段あまり夜中に目が覚めることのなかった木村さんはふと部屋の周りをいろいろと見回したそうなんですけれども、その際にあることに気がつきました。自分の部屋の入り口あたりに誰かが立っているのです。不気味に思いながらも
気づかれないように横目でドアの方を見ると、そこに白装束を着たしわしわのおばあさんが立っているのが分かりました。一瞬何が起こったのか分からなかったのですが、とりあえず気づかれないように一生懸命寝たふりをして、そのおばあさんに視線がいかないようにしていました。気がつくとそのままどうやら寝てしまったようで、朝になってもう一度ドアの方を見ると誰も立っていませんでした。その次の日、昨日見たおばあさんの姿はもしかしたら夢かもしれないと思いながらも、若干不安になりながら床に着きました。するとまた夜中にふと目を覚ましました。まさかと思って恐る恐るドアの方を見ると、やはりそこには真っ白な着物を着たしわしわの老婆が立っていました。昨日も気づかないふりをしていればそのまま無事に済んだので、今回も必死に気づかないふりをし続けました。結局そのまま寝てしまったらしく、朝になって気がつくと老婆の影は跡形もありませんでした。そして3日目、昨日一昨日と見た老婆がもし今日も現れたらどうしよう、そう不安に思いながらも結局どうすることもできず、木村さんはベッドで横になりました。やはり疲れには勝てず、そのまま気がつくと寝てしまって、また同じように夜中にふと目を覚ましました。まさかと思いつつもドアの方に視線をやると、やはりそこには昨日一昨日見たのと同じように白装束を着た老婆が立っているのです。しかも昨日一昨日そして今日、だん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 とその老婆は自分の方に近づいてきているのが分かりました。でもどうすることもできません。とりあえず気がつかないふりをしてやり過ごそうと必死に目を閉じて老婆に気づかれないようにしていると、やはりその日も気がつくと眠りに落ちていました。そして4日目、おととい昨日と徐々に近づきつつある老婆のことを考えると不安にはなりましたが、気づかないふりをすればやり過ごせる、そんな思いもあってベッドに入りました。疲れもあって寝てしまったのですが、やはり同じように夜中にふと目が覚めました。恐る恐るドアの方を見ると、そこにはあの老婆はいませんでした。ほっと一安心して、もういないんだと思い、そのまままた寝ようと思った時です、股間に生温かい感じがしました。何かねっとりと絡みつくものが吉田さんの大事なところにまとわりついているような気がします。恐る恐る視線を股間の方に向けると、そのまま布団がスーッと持ち上がったと同時に、
何かが吉田さんの大事なところを加えていることが分かりました。その瞬間、まさか老婆にしゃぶられているのでは、そう思いつつも、吉田さん曰く、ババアのテクが半端ないそうです。必死に抵抗を試みるものの、驚くほどの吸引力と縦横無尽に動き回る舌使いに、必死の抵抗も虚しく、あっさりと吉田さんは果ててしまったそうです。ふと冷静になってみて、慌てて布団をめくり、股間の方を見てみると、そこには満面の笑みの老婆がこちらを見て目があったそうです。その瞬間にスーッと老婆は跡形もなく消えていったそうです。以上です。藤井陸平、元格闘家の俳優です。学生時代に先輩に連れてかれた初めて行った風俗での話です。ことを済ませて出際に名刺をもらいました。 LINE などなかった頃なので、電話番号とメールアドレスが書かれていました。キャバクラすっ飛ばして風俗に初めて来たもんですから、名刺もらったところでどうしていいか分からずにそのまま過ごしていました。しばらくして僕の携帯電話に知らない番号がかかってきました。電話を取ってみると、覚えてる？あの店の女の子からでした。僕はちょっとテンションが高くなって、どうしてかけてきたのとか、最近どうなのとか、いろんな話をして電話を切りました。よくよく考えてみると、名刺をもらってから一度もかけていないのに、僕の番号を知っているわけがないんです。先輩がもう一回言って俺の番号を教えちゃったのかなぐらいにしか思っていなくて、次の日また電話がかかってきたので、またたわいもない話をして、それが何日か続いて、またお店に行きたいと思って、今度指名で行っていい？と聞いたら、来ないで絶対と言われ、なんか仲良くなりすぎちゃって、そういうことするの気まずいのかなと思ったんで、じゃあ普通に遊びに行く？そう聞いても、それも無理。ここまで言われると完全に嫌われちゃったなと思ったんですけど、どうしてかと聞いても全然答えてくれなくて、そのまま気まずいまま電話を切ることになってしまいました。それから電話を待っても来なくて、自分から電話をかけても繋がらない状態になってしまいました。ずっとそのことが頭から離れない状態が続いて、ある日また先輩とその店に行くことになりました。先輩に電話番号の音を聞いても、先輩もこの店に来るのは前回ぶりだと言っていました。そんな話をしているとお店に着きました。あの子の写真があったので僕はすぐに指名をしました。するとボーイさんは気まずそうに、いやちょっとこの子はと言って、その写真を持って奥へ入っていっちゃいました。それを見ていたのか、前を並んでいた常連さんらしき人が、あの子この間亡くなったらしいよ。そんなはずはない、つい最近まで話をしていたんだと、その常連さんには言ったんですが、おかしいな、お兄さんいつお店来たの？
7月8日です。あの子が亡くなったの七夕だよ。ゾッとして僕は先輩と店を出ました。あの常連さんが僕を脅かそうとしてついた嘘なのか、それでも僕が話していた女の人って一体誰だったんでしょうか。SM 芸人魔族のマゾちゃんです。これは彼女とラブホテルに行った時の話です。ラブホテルに入ってまあ行為を始めようと思ったんですけど、ちょうどテレビを見た後に行為を始めたので、ベッドではなくこうテレビ台のところにちょっと手ついてっていうふうに女の子に指示したんですね。でそのテレビ台がですね、急にグラッとずれたんですね。で壁にバーンとぶつかって、しまったな、今の音やばいなと思ってこう見たら、案の定壁に穴が開いていたんですね。うわーどうするかな、こうごまかそうとこうキョロキョロしてたら、その穴の中に何か紙があると思ったんですね。なんだろう。その紙を引っ張り出すと、名刺のサイズくらいの仏様が書かれた紙だったんですね。それが何枚も何枚も出てきて、うわー気持ち悪いって、なんだよこれって。です。もうその日はちょっともうしらけてしまったので、エッチすることもなく家に帰った。その後からですかね、頻繁に金縛りに遭うようになりまして、で金縛りをどうにか解いて上半身を起こすと、上からネズミのサイズくらいの毛玉がポトリポトリと落ちてきて、うわっ体にまとわりつく、気持ち悪い、なんだよこれ。そんなことが月に何度か起こるようになりました。一月二月経つにつれ、金縛りの頻度は落ちて、その毛玉も出てくることはなくなったんですが、後から調べるとそのラブホテルがあった場所は製薬会社の動物実験場があった場所だったんですね。あの毛玉の正体は実験に使われた小動物だったのかもしれません。どうも、怪談家の阿美です。普段ですね、いろんなところで怖い話なんかさせていただいたりしてましてですね、でいろんなところで喋らせていただくと、そういったところであのいろんな方からお話を伺うことがあったりするんです。それこそライブ終わりだったり、あのみんなでねちょっとワイワイ喋るような、あの例えば出版のイベントだったりで、そんな中でですね、少し前にとあるイベントの後、ある男性から聞かせていただいたお話があります。この男性ですね、今はもう40過ぎておられるんですけども、高校時代サッカー部に所属されていたそうで、そこの高校サッカー部には所属していたけども、別に取り立ててサッカー部が強いわけでもなく、なので練習熱心なわけでもないんですよね。で部員数もそんなに多いってわけでもなく、まあ、毎日部活として楽しくはやっていましたし、それなりに一生懸命やってましたけど、じゃあ県予選でいいところまで行くかっていうと、そういうわけでもないっていうぐらいの熱量だったもので、まあこれ分かりやすく言うと朝練のようなものがなかったんですよね。でそんなサッカー部に所属していたんですけども、ある時そんな朝練がないことを、あこれうまく使えるなと思ったんです。
当時ものすごい仲良くなりまして、お付き合いすることができるようになった女の子がいましてですね、まあ、この子クラスメイトなんですけども、これがね、高校生としてはもうすごい、まあ、そういう盛りな時期なんですけども、じゃあどこでくっついたらいいのか、どこでそういうね感じになればいいのかわからない。そうなった時に思いついたのが、いわゆるその朝練のない早朝の部室だったんですね。彼が思いついたのは、いつもより何時間か早めに家を出て、そこに集合すれば、まあ、朝から、まあね、そういった感じになれるんじゃないか。提案したところ、その彼女もいいよということで、朝待ち合わせをすることにしたんですね。部室、特に鍵もかかっておりませんので、朝行くと普通にドアが開くんですよね。ドアが開いて中で待ってると、コンコンと音が鳴るんでガチャッと開けると彼女が立ってる。いつも登校する時間より1時間以上前なんですね。ドアをバタンと閉めて、内側からは鍵がかけれるのでカチャンと鍵をかけて、そのまま、まあ、いい感じの雰囲気といいますか、まあ、2人でくっついたりなんだったり、まあそういう感じにというか、そういう行為に及んだりもしていたそうです。それが何日もありましてですね、もちろんそういう時期なもんで、本当に毎日のようにという時があったんです。そうなってくると、どんどん熱がこもっちゃいましてですね、1時間ちょい前じゃ嫌だってなったんです。もっと長い時間一緒にいたい。彼自転車通学だったんですけどね、その日待ち合わせをした時間というのは、もう本当に家を出る時間、まだ外が暗いような、明け方5時半6時そのあたりなんですね。そのあたりに家を出て自転車でバーッと向かうんですよね。ちょっとずつ夜が明け始めて明るくはなっていますけども、そんな状態で自転車を漕いで、ただただ部室に早めに行って、彼女とそういったことをしたい、そういう思いで自転車を漕いでる。ただものすごいスピードで漕いでたんですけどね、道をね、こうファーッと走ってる最中に、おっって気づくことがあったんですね。走ってる道の向こうの方でね、うずくまってるね人がいるんです。あ、誰かうずくまってる、大丈夫かな、早朝だったもんでね、まあ、大丈夫かなと思いながら声をかけようと思って、スピードそのままシューッと落とす。すると近づいていくとですね、まあ、男性、結構ねおじさんっていう感じの見た目の方がそこでうずくまってる。あ、酔っ払ってんのかなと思って、そのまま自転車をすぐ横に止めて、すいません大丈夫ですか、声かけたんですね。大丈夫ですかって声かけても、返事がないんで、大丈夫かな大丈夫かなと思って、自転車はそのままそこにカチャンと止めて、スタ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 と、おじさん大丈夫ですかね、おじさんって言うと、おじさん返事がないだけじゃなく、体が冷たいんですよね。もしかして結構早い時間からここにうずくまってたのかな、おじさんおじさんと思って、するとそのおじさんが体をうずくまらせたまま、首がちょっとずつクククククってこっち向いたんですね。あ、反応してくれたと思ったら、クク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 クって180度、いわゆる背中の上に顔がある状態でこっちを見てるんですよ。それにびっくりして、うわー、驚いて、そのまま自転車の方まで走っていって、自転車に乗ってバーッ出したんですけどね、めちゃめちゃ怖い思いをしたもので、パッて後ろを見たら、おじさん背中の上に顔がある状態でこっちに向かって走ってきてるんですよ。でむちゃくちゃ怖い思いをして、そのままわーって自転車で、まあ、飛ばすと、まあ、そのおじさんから逃げることができた。そのまま部室にバーン飛び込んでいく。するとですね、彼女が早めに着いてたんですよね。ああよかったと思って、ちょっと聞いてくれっつって、今ここに来る途中にいて、今こここういうことがあって、何それ怖いじゃんってむちゃくちゃ怖くなって、で彼女も、何それ、それお化けじゃないのって、そんな話になったんです。まあ、くっつきたかったりイチャイチャしたかったりしたくて家を早く出たんですけども、まさかそんな目に遭うとは、というそんな体験をしたそうですけども、まあその話が一通り終わった後することはしたそうです。